リフトアップとは、主に自動車を改造して、車高を上げる、改造手法、または車高を上げた状態のことである。主に、オフロードを走行する大型 4WD 車や、ピックアップトラック、4WD バンなどに多く見られるが、エアサスペンション等を装備した車種で、車高調整機能を有する車両で車高を最大限に上げた場合にも、結果的にリフトアップとなることもある。 本来は前後バンパーを取り外して、タイヤも含めたホイールのインチアップと併用することで、オフロード走行時の斜面へのアプローチアングル性能の改善を図り、走破性能を高めることが目的であるが、後日のボディリフトに代表されるように、ドレスアップを目的として、車体の威圧感や迫力を高める目的のみで行われることも多い。ルーフレール等を利用して、 荷台を設け車両全高を高めることや、ボディ上部を切断して、車両全高を上げた場合は、本校でのリフトアップとは区別されることがほとんどである。それまで軍用車両などに多かった大型4、WD 車が一般に市販されるようになった1970年代頃から、すでにオフロード走行を行う車両に見られるようになり、1980年代には、 オフロード走行を趣味とする者以外の若者にも広まった。時代を減るに従って、日本全土の路面状況が、舗装化等によって改善され、4WD 車の新車のデザイン自体がヘビーデューキ志向ではなくなっていく傾向を示していったこともあり、近年では純粋なオフロード走行を目的に、リフトアップを施すものは少数派となっていった。1990年代以降、 大きく変化があったのは平成7年11月における規制緩和である。それまでスプリングの変更は陸運支局等へ届け出をし認可されることが必要であり、それをせずに行動を走行することは違法行為であったため、一般的には気軽な改造とは言えなかったが、それでも違法を承知でスプリング交換をするものは多く、車検の度に純正スプリングに交換して、 車検を通すということが行われていた。それが平成7年の規制緩和により、スプリングの変更には届出を必要としなくなり、使用者の自己責任において自由にスプリングを変更することが合法となった。ただし、スプリングが取り付け部から離脱しないことや、最低地上高を9センチメートル以上確保すること、リーフスプリングは依然、届出を必要とするなどの制限はある。 この法改正により、車高を落とすと同様に車高を上げることもドレスアップの手法として一般化していった。SUV 等の乗用車間隔で乗ることが可能なライトユーザー向け 4WD 車が登場したこともリフトアップの普及に貢献した。古くから存在する一般的な手法であり、スプリングやショックアブソーバーを交換することで車高を上げる方法である。 スプリングを自由調の長いものに交換する。特にリーフスプリングを用いた車種で顕著な方法である。場合によってはトーションバーやラテラルロッドなどの構成部品を交換してさらに車高を上げることもある。ある程度以上車高を上げる場合にはブレーキホース等をより長いものに交換することが必要となる。この作業と並行して インチアップによるタイヤ外形の増大を図ることもある。ただし、スピードメーター表示と実走行速度が極端に異なる場合には、車検不適合となるため、オフロード走行時に排他的に利用するに止めることが望ましい場合もある。さらには前後バンパーを取り外して、オーバーハングを短縮することにより、オフロードでの走破性の向上が図れる。 比較的近年登場した手法であり、ラダーフレームを採用した車種で利用できる。ラダーフレームとキャビンの間のマウントを交換することで、足回りを改造することなく、車両全高を上げることが可能となる。理論上は何インチでも、車両全高を上げることが可能であるが、アクセルワイヤーやブレーキホースの交換など、多額の出費が必要となることもある。どちらかといえば、 オフロード走行というよりもドレスアップが主目的で施される改造とも言える。基本的にラダーフレームの車種が対象となるが一部例外も存在する。トヨタランドクルーザー、ランドクルーザープラド、FJ クルーザー、ハイラックスサーフ、日産、サファリ、スズキジムニー、三菱、デリカ、三菱、ジープ、シボレーアストロ、GMC サファリ、シボレーサバーバン。 ハマー H1、ハマー H2 等。近年では、ラダーフレームではない鈴木キャリー、ダイハツハイゼット、鈴木エブリー、鈴木ハスラー等が、ベースになることもある。ありがとうございます。